ビットコインに大量の売り圧が発生しています。ビットコインはやっぱり一回暴落するのかどうか。その辺について今回話していきたいと思います。このチャンネルでは投資について毎日配信してますので、資産を増やしたい方はぜひチャンネル登録お願いします。今年中に絶対10万人は超えたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、まず早速いきますが、マイニング業者がね、たくさんビットコインを売っているという話になっていまして、1日で1万 BTC 以上が売却されたということです。これはね、金額としては665億円ってことで、結構大きな金額になります。まあ、最近ね、ちょっとまあ、採掘難易度とかも高かったし、今から半減期が来るのでね、採算が取れなくなるようなマイニング業者が増えてくる中で、まあ、利確してしまおうっていう動きが結構、まあ、進んでしまっていますということで、まあ、直近ちょっとね、上げにくいような状態になっていると思います。あと、全く別の話で、ビットコインをずっと休眠してたアドレスが20億ドル相当、まあ、3000億円ぐらいのビットコインが動きましたということです。これは、2013年とか2019年から保有されている大量のビットコイン、49のアドレスがあるらしいんですけど、それが5つのアドレスに集約されていて、合計で21億ドルぐらいね、その3000億円ぐらいあるということです。これがもし売られるのであれば、まあ、結構大きな売り圧になってしまうってことですね。はい。ちなみにね、2013年にはすでに買ってたというアドレスなんですけど、その時の金額が、754ドルとかっていう金額なので、今よりね、全然まあ安いですよね。うん。1BTC が10万円いかないぐらいの時ですね。これはね、かなり安いです。はい。あとはグレースケールの GBTC っていうね、昔からある一番古いビットコインの ETF なんですけど、まあこれが相変わらずやっぱ売られていますと。まあ原因は、まあこの間11の銘柄の新しい現物 ETF が出てきたんですけど、この GBTC ってやつね、一番古くからあるせいか、管理手数料が一番高いんですね。あとは、価格が少しディスカウントされてたのがほとんどもうね、現物のビットコインと価格が変わらなくなってきているので、手放して他の現物 ETF に、乗り換える人が増えてるんですね。だからまあこれは売り圧っていうか、まあただの乗り換えなんで、そこまでは大きな売り圧にはならないとは思います。はい。ということで、まあちょっと売られてしまっている状態なので、まあさらにね、一段下に下がるような雰囲気もしていますが、まあチャートを見ている限りだと、まあ、あんまり変わってないですね。50日移動平均線を割ってきてからは、ちょっと上値重たい感じにしていて、反発しても弱い状態になっています。ただね、今日も今時点で50日移動平均線、まあ、割ってしまっているので、まあ、弱いです。戻すかどうかちょっと怪しいかなと、五分五分ぐらいなんじゃないかなと。あと反発したとしても、この間の1月11日のこの48,900ドルっていうところまで戻ってこれるかは怪しいかなと思いますので、うん、目線としては僕は2月ぐらいまでは一旦下に落ちるんじゃないかなと思ってます。今からそのまま続落するか、多少跳ねてもまた続落していくかっていう動きになりやすいかなと思ってます。まあ、その場合はまあ日足の100日平均線の38,000ドルぐらいか、週足の移動平均線にタッチするあたりね、3万ドル台前半ぐらいまでは落とすんじゃないかと思っています。はい。あとね、OCP キャピタルというね、仮想通貨の取引企業が、レポートを公開しまして、イーサリアムは中期的にビットコインの上昇率を上回るよということで言っています。まあ、これはイーサリアムの現物 ETF が承認されるって思惑が価格を支える要因になるというね、まあよく言われてるシナリオなんですけど、まあ多分もうね、ビットコインは結構反発してきてたので、今からはイーサリアムの方が確かに上昇率は高いんじゃないかなと思います。でもっと言うと、もうちょっと時価総額低いコインでもっとイーサリアムより上昇率高いやつも、まあ、結構出てくるんじゃないかと思いますので、うん、
まあ、資産をね短期的に増やしたい人はアルトコインなんだけど、長期的に見たらビットコインのパフォーマンスが一番優れてますからね。そこはちょっと履き違いないようにした方がいいと思います。数年単位で持つんだったらビットコインのパフォーマンスが一番優れてます。でも25年のバブルまでに上昇率高いのを狙うんだったら今からアルトコインの方がいいですという話です。イーサリアムはあんまり大きな動きありませんで、まだ2500ドルぐらいですね。まあ、直近のこの2450ドルぐらいのところにサポートされているっていう状態で変わってないですね。はい。あとはフランクリン・テンプトンっていうね、ビットコインの ETF も提供している資産運用会社なんですけど、まあ、そこが、イーサリアム・ソラナの、現物 ETF も、期待したいと、まあ、出てくるといいなという、まあ、期待を、まあ、込めてなんか表明してるんですけど、仮想通貨としてはソラナ、イーサリアム、ビットコイン版の NFT とも呼ばれる、オーディナルズなどについても、まあ、見解を表明していますと。まあ、その辺のオーディナルズって、まあ、ビットコインのネットワークを使った新しい、いろんなプロジェクト、まあ、ミームコインとか NFT とかも期待してるし、あとは、そのビットコインのそのレイヤー2ソリューションっていうのも今結構ね開発されてて、まあ、そういうものに期待してますよと。で、アルトコインはソラナとイーサリアムに期待してますよって話が出てきてます。で、そんなソラナなんですけどちょっと動きがありましたね。僕がこうピタッと引いてた、まあ、三角形はなんかちょっと上に抜けたっぽいんですよ。あ、そんなに強くないけどね。で、昨日出来高もそんなに入ってないので強くバンって上に抜けてきたっていう感じではないんですけど、一応まあ下に行かせないで上に来ているので若干上値は軽くなってきているかなと思います。だからまあゆっくりとこのまま続伸に向かいそうだなとは思うんですけど、まあ、ビットコインとかイーサリアムが大きくね 10% とかバンと落ちるような場面あったら一瞬で空気感変わりますので、まあ、短期的にロングするとかはあんまおすすめしないんですけど、まあ、ソラナは続伸っぽいよねっていう雰囲気ですね。はい。あと、チェーンリンクの価格が反発ってことで、コインテレグラフジャパンの方にも出てたんですけど、まあ、1日に 7% なんでそんなに大きくはないんですね。ただ、その上昇してる背景が面白くて、最近注目を集めているリアルワールドアセットっていうね、RWAのトークン化の波とか、あと機関投資家による採用とかが、まあ、チェーンリンクの上昇に、まあ、つながっていると。あとはチェーンリンクラボが AI 関連プロジェクトのシンギュラリティ DAO とか SWIFT とのパートナーシップを発表したっていうのがあって、まあ、これは送金関係だったりするんですけど AI を交えた、まあ、そういうのもあって、まあ、ファンダ的にも買われているっていうのがあります。で、チャートはまあ昨日も出したんですけど、まあ、12ドルからね今15ドルぐらいまで反発してるんですけど、まあ、大きな平行チャンネル描いてるので、まあ、このまま続伸するのであれば、18ドル台ぐらいまでは上昇するかもしれませんので、まあ、短期的に上げそうなやつ探してる人は、まあ、このチェーンリンクとかも面白いかもしれません。はい。あと最近見てたコインを見る前に、まあ、ちょっとコイン月光とかの方でね24時間比を見てみますが、まあ、上げてるコインと下げてるコインと結構まちまちだし、まあ、上昇率下落率もそんなに高くないので昨日は、まあ、あんまり大きな動きではなかったかなと思いますね。で、最近見てたやつで言うと、まあ、セイが、昨日ちょっと上げて 0.87 ドルまで行ったんですけど、まあ、直近アセンディングトライアングルみたいな形になってその 0.9 ドルっていうところがまたレジスタンスになってきているのでまた下まで、落ちるかもしれませんね。0.9 ドルを超えてきたらまたイナゴが発生して上に上がりそうだなと思いますので、まあ現物買いたい人はなるべくこの三角形の中で、まあ下ですよね、できれば 0.6 ドル台ぐらいで買っとくといいと思います。はい。あとインジェクティブですね。で、インジェクティブも同じようにアセンディングトライアングル形成していて、まあ、今38ドルなんですけど、まあ、下の線にタッチするあたりなんで、まあ、押し目ができるところですね。で、ここのレジスタンスラインは45ドルってところで、ここ超えてきたらまた大きな上昇が発生する可能性があります。あとは、一応久しぶりに XRP 見ときましょうかね、週足とかでね。XRP に関してはあんまり大きな動きがないので、もう今あんまりトレードする、メリットがないかなと思います。で、まあ、あと三角形の中に阻まれているので、まあ、上行っても下行ってもあんまり大きく動かないかなと思います。はい。あとキャンペーンとしてはバイビットの方が新しいキャンペーンやってます。で、これはなんか先着順になるらしいんですよ。だから早めにやっとかないと、
期間の最後の日までやらない可能性が高いらしいです。で、入金額に応じてボーナスがもらえて、最大1800ドル、26万円ぐらいですかね、27万円ぐらいだったと思います。はい。なので、バイビットの口座を持っている人はぜひ入金して、ボーナスの、今すぐ参加登録するだったかなというボタンを押してもらっちゃうといいと思います。で、あと、招待リンクは概要欄に貼っております。あと、メンバー動画なんですけど、今週ね、ちょっと僕新しいあるところを実は買いましたので、それをちょっと報告したいと思います。なるべく早めにね。あ、動画にしなくてもコラムにして早めに報告するかもしれません。なので気になる人はぜひ入ってみてください。これで、僕はビットコインと、あとアルトコイン3つ目、買ったという感じになっています。はい、チャンネル登録と動画のグッドボタンぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資なら大人気の取引所バイビットがおすすめ。200種類以上の現物取引とレバレッジ取引が可能で、期間限定で仮想通貨がもらえる入金キャンペーンもやってるよ。手数料が安くなる招待コードがついたリンクはコメント欄の一番上と動画の説明欄にあるよ。また藤原の YouTube メンバーシップなら毎週限定のコラムや動画が見れたり、毎月質問に必ず答える質疑応答動画が見れるよ。メンバーぜひ入ってみてね。